さあ皆さん、ここから始めてしまうと間に何があったか分かりませんが、まあちょっとしばらく見てください。とりあえず3日間のこれはもう終わったんですよね。はい、3日間のね、うん、これもちょっとやっとできるようにちょっとだけなって、うんうん、ちょっとやってみてください。はい、カゴ持って、はい、そうですよね。あなたもうあんたね、こっち飛んでましたからね、うんうん、あれな、うん、自分で見てびっくりした。そうやろ、うん、なんか怒ってるし、それで何してんねんって話、うん、いやこっちが怒るわ。あ、そうそう、とにかく、ね、クラブを振ってボールバッと当てに行くんじゃなくて、もうシンプルにこの魚付きの要素入ってるかって言ったら、これ入ってます。なぜかというと、例えば魚付きも実際にはここまでついてしまうわけじゃないんですよ。クッて突こうと思ったら、ここでクッとこうちょっとこうクッと縮めるわけですよね。でドーンなんで、だから縮めるっていう動作をこれでやってもらってるだけなんで、これ全然魚突きしながらこれもやってください。ここを打てるかどうかっていう、そうそうそう、テイクバックの時からそう思ってやる。そうそうそう、もっとゆっくり振ろうというよりも、バーンと振ろうというよりも、ここをほう、カツァ、全然わからん。そう、その音ね。そうそう。オッケー。今回のポイントはやっぱりクラブを振ろうとすると、どうしても体からクラブが離れていってしまう。で、離れていってしまうと、そのやっぱりクラブをさらにまた振ってコントロールしようとするから、テイクバックはおかしくなるということになってくるので、どうやってその体から離れないように、ね、まあ、実際にそれでも力が生まれるから離れていくんですけど、離れないようにしかもボールを厚く当たるかということで、じゃあちょっと素振りしてください。はい、こういう、はい、そうですね、はい、もう一回、はい、振っちゃってください。はい、もう一回、まいっちゃう、はい、ラスト、はい、これをどうやって今の素振りをしているか、もちろん、このチャンネルを見ていただいている方はもうまたかと、ね、そんなイメージで振ってるのかという、これね、ちょっと、かなり、まあ、飛躍するというか、すごろくで言うと、もうこんなここに止まったらだいぶ先行くみたいなところです。だから理解絞ってっていうのと、すごろくをこう一個ずつ行くんですけども、これがあ、なんだろう、やってみたらいい感じだっていう風に本当に自分のものになったら、これはもうだいぶ進んだと。ここに止まったら16進むとか20進むとかいう感じのものであります。はい、じゃあちょっと構えてください。はい、今のスイングに、ちょっとやったイメージはですね、このそういう、はい、そういうイメージです。はい、行ってみてください。はい、
まあ、多分これできる人多分もう10人に1人いるかいないかぐらいです。ボールを打とうと思ってちょっとでも右足をグッと蹴ってしまうとあのボール打てませんからね。そう、ショットあれだけでいいんです。ボールコントロールしたいなと思ったらそのつま先の上に置いてボールカツンと強く打てばいいだけです。そう、待ってあげますか。はい、またね7番アイアンぐらいまででちょっと調整します。まだもう長いのはもうそんな打たないです、そう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 、カツンぐらいで。皆さんまっすぐ行くでしょボールね。これがやっぱフローもとパッと右行ったらパーンと返ったりするんで。ここをコントロール、ここに意識持っていくっていうのはボールここですからね。こんなとこほんまに行ったって。じゃあね、伊豆木選手、こうボール構えるやんか、でボールをちょっと、はい、見てください、はい、ボールを見ながら自分の見てる視界に右のつま先ちょっと見えへん。見える、うん、ほんならここをしっかり見るんじゃなくてそのボール見ながら、そう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 、つま先見といて、でそこを視界の端っこで打つ。完璧。そう、ここ見たら打てないからやっぱりね。ボールを見ながらボールを見てるこのいわゆる視界のエリアのうっすら右のつま先の辺が見えるはずです。オッケー、めちゃくちゃライン出ます。ちょっとずつ強く叩いていって、はい、ナイス。うん、まっすぐで。うん、引っかからんな。これもう絶対見とかなあかん。こうやってここの意識を切るのが早いから、ほんまにここ見ながらこの辺な、ここをほんまにくっと見て、もういい球やな。オッケー、いいでしょう。合格。合格。水壁でした。